沖縄市、10月22日の崩落によってですね、本当に、大変な、事態になってしまいまして、大切な人命も失われました。そして皆さんの生活も大きく変化してしまって、お家でありますとか会社が大きな被害を遭われた方もたくさんおられます。そしてその事件事故の後もずっと通学通勤その他出かけるときに毎度毎度遠回りをしなくて、ね、本当に大きく皆さんの生活が変わったことだと思います。私も一岸和田市民として大沢の皆様方と心を同じくして皆さんと共にこの難局を乗り切っていきたいというふうに考えているところでございます。そしてこれまでも大阪府岸和田市と皆様と力を合わせてここまで乗り越え、こぎつけてきたところでございますけれども、今後さらにですね、道を直すこと、そして川を復旧すること、そして危険を取り除くこと、この3つに全力をかけて住民の皆さんと岸和田市と大阪府とで力を合わせて乗り越えてきた、そういう思いでございまして、皆様方にその私の思いをお伝えしたく賛同したところでございます。昨日も松井一郎大阪府知事のところに私直接行ってお会いして大沢の話をして参っております。松井知事も私と同じ思いでございます。大阪府の職員、岸和田市の職員もみんな皆様と同じ思いでございます。どうか皆さん、この難局に対してですね、岸和田市、大阪府と住民の皆様共に力を合わせて道を直すこと、川を直すこと、危険を取り除くこと、これに全力を傾けていくということでご理解をいただきたい。以上でございます。どうか皆さんよろしくお願いします。今まで住んでた安土をね、その5月のですね、岸和田に行って、